注意、ゴロンジャンプのできない一般の方立ち入りを禁止。ゴロンジャンプって何？これ？落ちたよ。ほい！ということで、今回もやっていきたいと思います。ってことで、前回このゴロンのお面ゲットして終わったんやったっけね。で、こっからどうすればいいんだ？お面はだるまにゴロ？生きてたゴロ？ゴロンの祠に入りたいゴロ？ゴロンの祠？ってどこだったっけ？じゃあ、ゴロンプレスで入り口を開ける。あ、なるほど、それか。入り口を開けるけど、中が寒くならないようにすぐに閉めるから、急いで入るゴロ。準備はいいゴロ？これはどうやって出てくるの？もう扉は開いているゴロ。すぐに閉まるから急ぐゴロ。ねえ、どこ？あれか。え、これ？え、これ？違うよね。待って、どこ？え、どこのこと？これじゃないよね。だってこっちから来たもんね、多分。多分もう閉まっているのではないだろうか。いまいちさ、何今の。なんかうつ伏せになった。あれは違うね。待って。じゃ、最初に位置確認しとかんとさ、どこのことなんだか全くわかんないんだけども。君は話せる子かい？マイドッピ。わし、ゴロン専門で商売してるっぴ。いわばあなたはお得意様だっぴ。今ならお得意様だけ買い取りキャンペーンをしてるっぴ。普通なら1000ルピーする最大のボン袋を、今ならお客さんの持ってる大きなボン袋と200ルピーで交換するっぴ。いや、いいです。ないんで。なんだ残念。また来るっぴ。あざす。あ、これ？これのことかな？そういうことかな？ゴロンの祠、お問い合わせはこの上の門番まで。お問い合わせ。よっしゃ。ゴロンの祠。あ、中にもゴロンおるんやね。なるほど、なるほど。ってことは、じゃあ今度は中から開けてもらえばいいってことか。なんか火つけんといかん感じかな。あ、床にめっちゃゴロンたちの絵が。何やってんのみんな。踊り？ねえ。なんとかしてほしいゴロ。どうした？頭の奥にビンビン響くゴロ。何が？おめえこんなうるさい中をよく平気な顔していられるゴロ。空腹にビンビン響くゴロ。うるさい？あ、なんかずーっと、変な音がしよるね。何の音？とりあえずアイテム回収していく。この店はこの寒さで品物が入りにくくてちょっと高いからやめた方がいいゴロ。あ、ここお店なの？とりあえず入ってきてみた。あれやないん。この姿で行けば、値引きしてもらえたりとかせん？ねえねえ。あれ？いらっしゃい。何あれって。高いんかな？全然わからんけど。爆弾10個40ルピー。うちの定番商品ごろ。もう少ししかないごろ。いや、10本40ルピー。ふんふん。赤い薬。1杯80ルピー。わからん。高いの基準がよくわからん。そんな言うほどじゃない気がした。で、何？何がうるさいの？どこに行けばいいの？え、かわいい顔や顔。これた、特に何もだな。うわ、おめえは死んだはずのダルマーニ。あんまり泣き声がうるさくて、ほら、目までやられちまったゴロ。このままじゃ、ほら、本当におかしくなっちまうゴロ。どうした、どうした、そんなに？ダルマーニ？生きていたゴロ？長老はおめえが死んだって言ってたけど、あれは嘘だったゴロか？
まあそんなことはどうでもいいごろ。でーそんな軽い。それよりおめえ、あの鳴き声に聞く覚えがあるごろ。あ、鳴き声なあれ。長老の息子が泣き止まねえごろ。長老の息子、あ、赤ちゃんの鳴き声ってことこれ。なるほどね。そんなうるさいうるさい言ってやるなよ。どこなの。なんかちょっと静かになった。背中向けたら静かになるのか。ここ魔法の小瓶めっちゃいっぱいあるけど、溜めれたらいいんやけどな。ちゃんと向く方向によって変わるね、音が。一旦外しとくか。ここは俺たちゴロン族の長老の部屋だごろ。長老何か用ごろ。あいにく長老は留守だごろ。長老がいないので息子が泣き止まないごろ。なんとかしてほしいごろ。お、お父さんがいないから寂しいのか。ちっちゃい、う、頭の奥にビンビン響くごろ。なにこれ、積み木かわいい赤ちゃん用のおもちゃあるよ。マジで小瓶めっちゃあるな。まいったごろ。長老がスノーヘッドに出かけたきり戻ってこないんで、息子が寂しがって泣き止まないごろ。めっちゃ大口。外は寒くなる一方だし、部屋の中にいるオラたちも凍っちまいそうだごろ。マジで暖房とかないん。上引くぐす、上と、父ちゃん父ちゃん引く、寒いよ父ちゃん。そんな格好だからじゃないかい。いやみんなか、服着ようよ。よし、この姿ならどうだ。あ、だるまの兄ちゃん、父ちゃんは？父ちゃんはどこころ？泣き止まんのかーい。父ちゃん、スノーヘッドって言ったね。おお、だるまに生きていたごろ。そりゃよかった。なんて言ってる場合じゃないごろ。この泣き声を早くなんとかしないと大変ごろ。見てくれ、さっきまでついていたかがり火が消えちまったごろ。え、泣き声の衝撃でってこと？どんな、恐ろしい泣き声ごろ。そのもみあげ、おめえは死んだはずのダルマンじゃねえか。生きていた頃、おめえがいなくなったんで長老は困っていた頃。オラも困っているけど、長老がスノーヘッドに出かけてきり戻ってこないんで、息子が寂しがって泣き止まない頃。出かけた長老を探し出して早く帰ってくるように言わないと、このままじゃ眠れない頃。それに外は寒くなる一方だし、部屋の中に、同じだな後半は。スノーヘッドに行けってことね、とりあえず。そのもみあげ一緒今まで何してた頃。おめえがいなくなったんで一緒じゃねえか。とにかく早く息子に会ってやってくれごろ。もう会ったよ。スノーヘッド、スノーヘッド、ここ、特に何ってよくわからんな。これは自分で開けれるんすか。こっちよね。普通に出てこれた。何？ずっと開いてんじゃねえか。どういうことだよ。ねえ、で、スノーヘッドってどこ？へえ。やだ、またやられそう。ねえ、スノーヘッドってどこよ？てい。あ、ハートあった。こっちから来たんやっけ？あれ？これまだ街の中か。めっちゃ出たつもりやった。いや、違います。いいのかごろ？中の方がちょっとあったかいごろ。はぁ、俺も中に入りたいごろ。ね、みんなさ、服を作るとかそういうことはしないの？そういう方向に頭は働かない感じですか？何をどうすればいいんだろうな。スノーヘッドってどこなんだろうか。この先離れ山の祠、落下事故に注意。違うんすよ。てかこの町の住人たちはいないの？話が聞きたいんだけど。お話が聞きたいんですが、この町の住人はいないんですかね。町というか里か、ゴロンの里か。どこ？あ、この先スノーヘッド、滑りやすい谷道と暴走雪玉に注意。
この先スノーヘッド。あ、そこ？ここってことですか？この先スノーヘッド。よっしゃー、行くぜ。頑張ろう。暴走雪玉。え？転がり落ちてくるってことやろ？おそらくそれはパンチで防げばいいと思うんやけど。敵か、あれは。転がり落ちてくる雪玉の中にも敵寄ったりするん。え、ちょっとやめてや、そういう攻撃。聞いてない。違う違う違う。看板が読みたいの。注意、ゴロンジャンプのできない一般の方立ち入りを禁止。ゴロンジャンプって何？これ？落ちたよ。え、ゴロンジャンプって何？あ、いけた。もうちょいや。やっぱあれなんや。体力がなくなりそう。ちょっと待って。まっすぐ行きたいんやけどさ。お！よっしゃー！そういうことっすね。あぶねー。あ、一応中に敵はおらなさ。痛い。中に敵はいなさそう。やべえ、マジでタイミングが合わなすぎてやべえ。ルピー出てきたよ。これ真上に落ちてきたら最悪よね。待って、これ敵おるんやないん。あ、おらんかった。イエーイ。んで、ここをまた。行くぜー。怖い。やっぱり多少の助走はいるんやな。え？またこっから？やめてよ。なんで？第一段階クリアしたやん。ないわー。一応避けれるっちゃ避けれる。この辺から。行くぜ。へい。怖いな。ちょっとゆっくりにしよう。でもなんか途中で一回魔力も回復したね。おお、ついた、スノーヘッド。何？あいつなんか氷の息みたいなの吐くやん。あ、これは自分か。これは自分っすね。パンチじゃいかんのか。え、あれもしかしてあれ？え、あの息で雪玉が降ってきよんかな。何？あ、びっくりした。次の日の朝、あと48時間。何が起きたんかと思った。イベントかと思ったよ。これは剣で切るしかないんか。やったー、これで、もうあの場所まで行かんでもここから行ける。スノーヘッドの神殿、吹雪と強風に注意。無理に行くと谷底に落ちます。やめてー。あ、あ、もうすでに。ゴロンになっとこう。ん？何あれ？吹雪の中に何かいるわ。あんた見えないの？何何何何？吹雪の中に何かいる？あれか。違う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 。確かになんかいるわ。え、でかー。え、でかー。丸まりで行くし、待ってくれ。怖い。どうやって進むのあれ。おお。え、こっちか。反対方向に行きよった。ね、どうやって行けばいいんあれ。あいつをどうすればいいの。とりあえず回復。ういー。でもこれちょっとずつでも進めるっちゃ進めるんかな。あ、進めるっちゃ進めるね。じゃあ大丈夫かな。へへー、無理な気がしてきた。あどうやって進むのこれ。やっぱあれなんかな、先にそのお湯がどうのこうのって言ったやつをせんといかんのかな。お湯は一体どこにあるの？
裏の山って言ったけど、スノーヘッドのことじゃないよね。なんかそんな感じのこと言ったよね。裏の山的なこと。え、あれかな、また、お墓のあたり？やめてよ。あそこ、もう一回行ってみよっか。空き瓶ちゃんとあるもんね。下、左、上、下、左、上。よし。下、左、上、下、左、上。一応ここまではもう、あの、ワープで来れるようになっとるけん。え、あのお墓のところには行けんのやっけ？スノーヘッド山里か。はい。その前にちょっとあれだな。魔力の回復をしたい。よし、着いた。ふぅ。よし、回復もできた。はぁ、勇者様の墓の下の温泉のお湯があったら、兄弟の氷を溶かしてあげられるのに。お墓の下。取ってきます。お墓の下、お墓の下。どこ？見たこともない文字で書かれている。え、違くってさ。裏とか。え、全然ない。あ、掴める。押せるの？押せない。引くのか。お、引けない。あ、ゴロンになれば大丈夫。いける？掴む。あ、動かせた。うわー、え、めちゃくちゃ広がった。え、やべえ、そんなに？ちょろちょろちょろとかそういう感じなんかと思った。みんなここにおいで。温泉が湧いた、温泉が。で、どうすればいいんだ？あ、これで空き瓶に入れれるんかな。え、絶対これいいお湯よ。みんなここにおいで。どうしようかな。これで、え、これ、そのたんびに、ここに組みに来んといかん感じ？やめてよ。いいよ。温泉のお湯を瓶に入れた。冷めないうちに火で使ってみよう。しかも冷めるんや。嫌やな。じゃ、絶対遠くにはいけんわけや。これを持って。あ。自分が。はい。どうぞ。お、溶けた溶けた。ん？ほら、今まで何してたごろ？おう、兄弟、大丈夫ごろ。凍っちまったおめえを、ダルマーニ様が助けてくれたごろ。ダルマーニ様？おめえ、何寝ぼけているごろ。ちょっとこいつの話を聞いたか？ダルマーニ様はとっくに死んで墓の中なのによ。へえ、ダルマーニ様。ほら、もうびっくりしたごろ。でも、どうやらダルマーニ様は死んでいなかったみたいごろ。お、ほんとごろ？これでゴロンの里にも希望の光が見えてきたごろ。ダルマーニ様。スノーヘッドから吹く吹雪を何とかしてほしいごろ。いや、それはこっちのセリフなんだよね。あれをどうすればいいの。ダルマーニ様、長老様にはもう会ったごろ。いや、スノーヘッドにおるんやろ長老。進めないのよ。もしまだなら早く会いに行くごろ。きっと大喜びするごろ。もしかしてあそこまでの間におった？ダルマーニ様、スノーヘッドから吹く吹雪を早く何とかしてくれごろ。何とかしたいんですよ。てか、むしろ何とかしてくれよ。お湯どのあたりまで持っていけるかな。一応ちょっと予備を。よ、あれ、よし、温泉の湯を瓶に入れた。オッケーオッケー。よっしゃ、行くか。お湯をね、持って行ってあげよう。これで炉の氷を溶かせばいけるはず、きっと。これ、あ、助けてー。
これね。はい、どうぞ。びっくりした、ダメなんかと思った一瞬。うご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 、こーらがぼら。おお、なんてことしてくれたんだ。うん、つけられるじゃねえか。ひひひひ、ありがとうさん、火がねつけれるよ。サボりたかっただけなのでは。ガボラ、お客さんに早くお茶をお出しして。そんならお客さんの件ちょっくら見せてもらうよ。ああ、全然大丈夫なのか。さっきちょっと一瞬飛ばしてしまったけんさ、心の声があんまり聞こえんかったんよね。ふんふん、よし、剣を鍛えるのは1回100ルピー、出来上がりは明日の朝、それまで剣を預からせてもらうよ。それから鍛えた剣は100回使うと刃こぼれして元の切れ味に戻っちまうけどね。100ルピーで剣を鍛えるかい。持ってないんでやめときます。そうかい、それじゃあ仕方ねえ、また寄ってくれ。ガバラ、お茶はいらないよ。そんな、ここだけの話、お客さんだけに教えるけど、砂金を持ってくれば何回使っても刃こぼれしない最強の剣にしてやるよ。最強だよ最強。砂金どこにあるんすかそれは。まだお湯必要やったりするかな。もうとりあえず常に一つは持っておきたい気がするんよね。ねえ。いえ。いやー、マジでいないからな。あ、縦で進んでいけるんじゃない、そんなことない。あ、それとか、あとさ、あれよ、ちょ回復させて。よし、このゴロンの姿になって、この、あ、違う、あ、違う、どれや、あ、違う、ゴロンの姿になれ。動くんかい。全然ダメやった。くそー。え、こっちは？いや、普通にいないっすね。全く持っていないっすね。どういうことなんだよ。え？なんて？神殿森の大五郎の行方をご存知の方は、五郎長老まで。誰だよ、大五郎。わからん。全くわからん。ああ、温泉の湯が冷めて泉の水に戻ってしまった。くそー、やっぱ結構短いなね、だいぶ短いっすね。くっそー、いけると思ったんやけどな。これやっぱ転がっていけばいけるんじゃない。まあそんだけ魔力が持つかどうか。いや無理やな、思いっきりそれたね、吹き飛ばされて。ちょっと待ってくれよ。この辺までなんかお湯がやってきたりとかしてない？